はいどうも、くざむらいです。戦場をかけるメタルギアスリート初見プレチック続きでございますが、まあ、前回ね、サブ任務を、2つほど、片付けました。血だらけですね。はい、洗いましょうね。服着ながらシャワー浴びるってさ、体でリフレッシュできないと思うんだけどね。ということで、ミッション、なんかメイン任務早く終わりそうな予感はするけど、丸が2箇所ついてるから絶対終わんないんだよね。なので今日もサブ任務かな。装甲戦車部隊を叩け4。戦車部隊を蹴散らせ。祭神を救えか。これ行くか。あ、でも祭神を救えもなんかな。どうしようか。とりあえずちょっと、任務、まずヘリコプター呼んで、任務、開始までカットでーす。これよりミッションを開始します。内容は、戦車部隊の撃墜4です。そんなにお金を稼いでどうするのかっていう話なんですけれども、あの先立つものがなければね、何も開発とかも何もできないので、多分あれだよな。4人か。一気に車で近づくか。ちょっと待ってくれ。本当に多いからちょっと待ってね。ちょっと待って、一旦カット。すいませんね。なんか最近あそこに戦車が行くからな。戦車を先にやっつけるか、ヘルメット、ヘルメット、ヘルメット。みんなヘルメットか、参ったな。あいつは？あいつは違うな、あいつは帽子だな。これどうすっから、ちょっとあいつをまず一人回収しちゃえば、結構ついた。まあもう一人いる、もう一人いる。まず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 
あーもう二人いるんだか、こいつらもか。オッケー、一人いました。ちょっと待ってくれ、一旦もう一回カットするね、ごめん。これで大丈夫かな。オッケー、寝た。3人寝ましたね。そこ受け取った、あとは任せろ。みんな寝ない、寝ねえな。さあ、あとは安心して回収するだけ。了解、回収する。しかし睡眠が優れないの効果はそんなに高くないと思うので、最後は程よい距離からちょっとあのロケットランチャーぶっ放しましょうか。この辺りでいいかな。ダメなんだ。はい、OK。何かやったか今。よし。いやーと、よかったよかった。今回は何も失敗なく頑張れました。これは何のミッション？ああ、なんない。戦車部隊が散らせ、盗掘された資源。あんまこれじゃサブ任務ほとんど残ってないんだね。一旦帰ろうか。帰ってちょっとメイン、ここなんかあんの？なんもないね。さあ、ほんとさ、なんかケーブルがよくないのかわかんないんだけどさ、も
違う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 。こちら P コード、まもなくランディングゾーンに到着する。これいい、綺麗だな。移動はカットです。はい、ということで、医療プラットフォームやってきましたと。で、やってきた理由はただ一つ、パスとお話をすることですね。パスとお話をするにはだいぶ上に行かないといけませんので、あとめんどくさいんですね、これがまた。あ、ここだ。オープンな。ここ、ポチッとな。はい、どうも。スネーク。はい、ただいま。今日はどうしたの、スネーク。とりあえず、これを、はい。ガルベス先生は、この楽器も弾いたんだよね、平和の日。ガルベス、面白い音の楽器だったね。ガルベスとは、なんだっけ、なんだっけな、何ガルベスメナだっけかな。音楽に国境はないって、まあ、先生も言ってたな。ウラジミール・ザダムロフなんですけど。ガルベス先生、なんでいないのかな。まあ、ピースウォーカー参照してください。ごめんね、スネーク。少し頭が痛いの。少し消えた。せて、とりあえずあのパスを観察しようかなと思ってます。はい、これいい具合でもさ、これ膝の怪我の具合とかさ、すごいリアルだよね。本当にマジで小島プロってすごいんだなって思って。このお腹の傷もさ、このん、ああ、なんだ、ほこり。いや、なんかいろいろと待ってるなと思ったけど。はい、ということで、今回ここまで。ちょっとね、キャップ棒がなんかケーブルが悪いのか分かんないけど、たまになんかこう抜ける扱いになっちゃうから。なんでね、本当は何ですか。はい、ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。概要欄にこの実況です。ロットマスチェックよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。